明けましておめでとうございます。おめでとうございます。本日はですね、はい、こちら宿徳巣鴨高校、すごいですね、撮影していただいてます福地優斗くん、はい、母校ですね、母校ですね、僕の母校ですね、はい、あと有名選手でいくと入木健吾くんとか、はいはいはい、岡崎くんとか、はい、ね、数々の超有名選手を世に送り出してるすごい高校ですよ、はい、そうですね、日本最強の空手部がある、はい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 、そこにですね、まあ、去年結局なかなか成績が上がりませんでした、はい、黒帯女子コツさしてやろうと。ああ、なるほどね、はい、ここ結構ね女子選手もたくさんいるんで、そうっすよね、練習になると思うんですよ。なんでちょっと頑張ってもらおう。どう、自信ある？頑張ります。まあ高校生だな声の小ささがやる気ないやん。いや、あります、あります。浅いからね、まだ。うん、そうっすね。先生もね、はい、すごい先生で大崎マジックって言われてる。はい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 、みんな強くなりすぎるから、これマジックやと。ということでですね、今日黒帯女子を凸させる動画と、あと大崎先生に、はい、まあどうやったら強くなれるのか、あ、マジック使えるのかと、マジックできるのかと、はい、いうこともちょっと聞いていきたいと思います。はい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 、はい、ぜひとも2本立てで頑張ります。おっす、おっす。はい、どうすればいいですか？30秒フルパワーでやりますからね。平行立ちになって突きを打ちましょう。全然違う。はい、次のスパーリングをするからね、打たれながら打つようにしないようにね、気をつけましょう。もう手で受けるところと、あと体を振ってね、あのパワーのところね、うまく打ちながらね、相手の攻撃を待って打つんじゃなくて、打ちながらこの動作を入れないといけないからね。はい、だって。
座ってストレッチをしましょう。どないですか？なんか部活って感じです。新鮮ですね。そう。女の子も多いし。そうですね。女の子が多い。体を柔らかくすることも大事だから。手秒だってよくね。30秒フルパワーですね。はい、突きと肘打ちをやりましょう。はい、始め。試合に勝てるようにね、打ちましょう。
終わりかと思ってた。はい、終わりでーす。はい、終わりでーす。はい、練習終わりました。お疲れ様でした。いかがでしたか。いや疲れました。え、声が普段なんか女子と組手することとかあんまりない。はいはいはい、はい、普段なんか決まった人としか組手しないんで、はいはいはい、新鮮だったし、なんか試合みたいな感じでしたね。なるほどね。でなんか試合の時みたいな感じにこうなんか詰められたりして、あ、詰められてるところ見た見た。このままじゃ負けると思った怖いと思ってでもやっぱり同じね、はい、年齢女性と年齢とかも、まあ、若い子とかでやると全然違うよね。違いますね。ね、またぜひ来てくださいって言っていただいてるので、ぜひ頑張ってください。おっす、お疲れ様でした。ありがとうございました。